村田兆治は1967年にドラフト1位で東京オリオンズに入団。背番号はエースナンバーの18を希望するも、かなわず29となった。この29番が後に村田の代名詞となっていく。選手としての特徴、投球フォームは左足を地面と水平に高く蹴り上げてから大きく踏み込み、右腕を勢いよく振り下ろす独特のオーバースローで、その動作が斧を打ち下ろす様子に例えられたことで、マサカリ投法の異名を持つ村田の代名詞であるフォークボールについて、野村克也氏は、村田のフォークボールの癖はすぐ分かったけど、分かっていても打てなかったと語る。杉下茂氏も、日本人の投げるフォークボールは厳密にはスプリットが大半だと思うが、村田君は間違いなく本物のフォークボールを投げていたと語っている。